ビジュ、これで最後だ。坊やがここまでやれるとは思わなかったわ。やはり偶然に聖剣を抜いたわけじゃなかったのね。神獣を倒した実力は褒めてあげるよ。だが、それもここまでだ。黒の貴公子様は、私が命に代えてもお守りする。あの人は、私のすべて。さあ、行くよ！ビジュ、ナバール、世界を巻き込んでまで何がお前にそこまでさせる。あの方が望むものが私のすべて。あの方の心が満たされるのなら命すらも惜しくない。そいつの心を満たすために自らも犠牲になろうっていうのか。坊やとナバールと何が違う？盗んだものを与えて弱い者を救った気になっている盗賊風情が。そうかもしれない。所詮俺は盗賊さ。だがな、ビジュ、俺たちナバールはその人にとってはただのきっかけだ。本当に心を満たされたい奴は自分で立ち上がるもんだぜ。それこそ誰かの心を今度は自分が満たしてやるためにな。誰ごと。あの方の望む世界こそ私の望み。あの方が世界を手に入れれば私の心も同じように満たされるのさ。救えねえな。愛を知らぬ獣よ、せめて俺の手で決着をつけてやるよ。気をつけろ。奇獣から邪悪な力を感じる。あいつが仕掛けてくる前に何としても止めないと。ここだ。やっせっせやっやっせっせやっやっせっせ。逃がさない。オイラの技を見せてやる。よっ、逃がしはしない。どうだ。黒の貴公子様。黒の貴公子というのは何者なんだ？かつてこの城が光の城と呼ばれていた頃、予言に記された国を滅ぼす運命の王子として生まれたために、生まれてすぐに国王によって幽閉されたかわいそうな男の子。幼い頃から誰にも愛されず、暗い地下の牢屋の中で育てられ、闇と絶望が彼の心を支配していった。魔界の王は彼の生い立ちと、光の城は闇の城ダークキャッスルと化し、魔界から我々魔物が移り住むようになったが、黒の貴公子様の心は暗く閉ざされたままだったのだ。私はあの人の閉ざされた闇より暗い心を開いてあげたかった。大変！早く逃げて！この塔が崩れ落ちるよ！危なかったな、ビジュ、哀れな奴。イーグル、
敵は取ったぜ。さあ、先を急ごう。ここは？うぅ、すごい邪気だよ。気をつけて。とうとうここまで来たか。となると美獣はやられたようだな。使えないやつ。まあいい、あんな女の一人や二人、所詮捨て駒に過ぎん。むしろお前たちの方がずっと役に立つ。私のために神獣を。ふざけるな。誰がお前なんかに。それでも人間か。もちろん人間などではない。私に力をくれた魔王はすでにこの手で殺してきた。したがって今は私だが、それも一時的なこと。間もなくこのマナの剣から神獣の力を得て、さあ新たな神の誕生を見る。マナの剣が。くそ、どうすればいいんだ。もはやお前たちではどうすることもできんさ。見よ。よかろう。この世に神は二人も必要ない。言ってしまった。どうすればいいんだ。バカ、諦めちゃダメ。今みんなが諦め、もっと自分たちを信じて。ホークアイはマナの剣を抜いたじゃない。マナの剣という、それにみんなだってあの神獣を倒したじゃない。そうだな、フェアリー。明日を信じてやれる。マナの女神様のところ、急ぐ。ああ、一緒にリースの弟も救ってみせるぜ。貴公子、絶対に許さんぞ。マナの女神様のと、マナの女神様のところ、急ごう。
できないから。今の俺たちの敵じゃない。止め。できないから急いで倒して先に行こう。どうせおいら負ける気が止めない。戦いのコツをつかめ。最後のようだ。警戒を怠らずに進もう。敵、みんなで倒せ。強敵です。ザリューザ、止め。こんなところかな。注意しろ、敵襲だ。前ろ。このままだとマナの木が危ないわ。急ぐでち、マナの木を守るでち。後悔しろ、俺たちと出会ったこと。前ろ。ま、こんなところか。最後のようだ。警戒を怠らずに進もう。
残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。苦しいか。マナの木が失われ、どんどん弱っていっているようだな。マナの木を守るという役目が不必要になった今、フェアリーも消滅する運命。古き女神の時はここに終わりを告げ、我ら魔族の新たな時代が始まる。この魔王も神をも超えた存在、黒の貴公子の名のもとに。そんなことさせない。あ、フェアリー。哀れな。自然に消滅してしまうのを待たずに、自ら進んで私に殺される死を選んだか。もはや希望がないことを悟ったようだな。さあ、お前たちもフェアリーのように潔く死を選びたまえ。この世は直に魔界へと変わる。新しい世界、魔界にお前たちが住む場所などないのだ。ではそろそろ始めるとするか。新しく神となった私には忌まわしい思い出が染みついたこの体はふさわしくない。ローラントの王子の体に魂を移すのだ。そう、汚れた着物を脱ぎ捨てて新しい着物に着替えるように。その途中でお前たちは私の本当の姿を見るだろう。そして知るのだ。見よ、これが魔界と人間界と聖域三界の王の真の姿だ。体中を力が駆け巡る。さあ、新しい神の手によってお前たちを葬ってやろう。失われれば私たち精霊は消える運命。でも悲しくなんかない。みんなはマナがなくてもきっと新しい世界を作っていける。さあ立って、あなたたちの手で未来を守るの。私たちは姿が消えてもいつまでもあなたたちの心の中にいるよ。負けないで。小賢しい真似を。だがマナの剣以外では神となったこの私は倒せん。そのマナの剣もすでにない。終わったな。マナの剣は失われてない。あなたには見えないの。聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して
失われることはない。ほう、面白い。やってもらおう。新たな神が希望などいかに愚かな幻想か思い知らせてくれよ。これが最後だ。みんな、行こう。終わり。決まった。遠慮はしない。そこだ。まだまだ。絶望に染まるがいい。任せな。お別れだ。避けきれるか。どっぷり。覚悟するんだな。避けきれるか。残念だ。そんなのでいってきてー。アルロット様の音を是非。どこピー。ほらほらこっちでっち。アルロット様の音を是非。どうだ。どこピー。やるな。おいらやる。やっ。最後まで希望を失わないでくれてありがとう。でも残念だけどマナの木が枯れてしまい、世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど今まで本当にありがとう。みんなのことは忘れないよ。そんな、行かないでくれ。違うの。心配しないで。みんなが未来を信じて戦ってくれたから私は生まれ変わることができるの。新たなマナの女神に。
フェアリーはマナの木の種。本当に信じ合える人、理解し合える人と出会った時、新たなマナの木、マナの女神として生まれ変われるのです。失われたマナを再び取り戻すため、私はここでマナを生み出す新たなマナの木となって眠りにつきます。マナが元に戻るには千年以上かかるかもしれません。千年後の人々、あなたたちの子孫がその時まだマナの木のことを覚えてくれていたら、私は覚醒し、きっと力になれるでしょう。でも、もし未来が私を必要としなければ、いつまでもここで、世界を見守っていることにします。さあ、お別れです。聖剣の勇者たちよ。さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣が、いつまでも光り輝き続けますように。シャルロット、無事だったか。よかった。お前にもしものことがあったら、わしはお前の両親リロイとシェーラに申し訳が立たん。それよりおじいちゃん、病気は？ヒースがわしの呪いによる病を治してくれたのじゃ。あるよ、突然ヒースの幻影が現れ、禁じられた闇の呪法を使い、自らの命を犠牲にしてわしを救い、消えてしまったのじゃ。こんな老いぼれのために命を捨てるなと止めたのじゃが、ヒースは闇に落ちた自分自身が悪に染まってしまう前に、自ら命を絶つためあえて闇の禁呪を使いおったのじゃ。マナの女神様に助けられたんだ。闇に落ち、自ら命を絶って暗い空間を漂っていたら、柔らかな光が私を包み、女神様の声が聞こえたんだ。そして女神様がフェアリーだった時の命をこの私に授けてくださったのだよ。私は女神様によって身も心も救われたんだ。シャルロット？ヒース！ヒース！ヒース！大丈夫だよ。もうどこにも行かないから。さあ、涙を拭いて。女神様に笑われちゃうぞ。
人王カールの仇。バカめ、何を生きり立っておる。お前はすぐ早とちりするからダメなのだ。もっと相手や情勢を冷静に見て行動せい。何を。お前はカールを殺してしまったと思い込んだようだが、これを見ろ。カール。カール。生きてる。でもどうして。死を喰らう男の使った幻術によって仮死状態になっていただけだ。それをお前はよく確かめもせず埋めてしまいおって、かわいそうに。後でわしが自ら掘り起こして助けてやったのだ。獣人よ、オイラあんたを誤解してた。かまわん、むしろその方が好都合だったがな。お前は母親がいないせいか、子供の頃からすぐに弱さが表に出る。お前にはもっと強くなってもらわねばならん。お前は自分の母親は逃げていったと思い込んでいるようだが、本当はお前が幼い頃に病気で死んだんだ。だがそれを知らせないで怒りをわしに向けさせたかった。怒りや憎しみは力や強さを引き出すのに利用できるからな。だがそれは真の強さではない。真の強さはそれを超えたところにあるのだ。人間への復讐とかマナの剣とか、そんなことにはわしは関心がない。このビーストキングダムを建てたのも、それまでの獣人たちがあまりに情けなかったからだ。いつまでも人間たちに虐げられたことを根に持ち、うじうじしていても仕方がなかろう。人間界への侵攻は、そんな獣人たちに勇気と希望を与えるための口実に過ぎん。だがようやく獣人たちも自信を持ち始め、なんとか自立することができたようだ。わしはな、弱い奴が許せんのだ。信じられるのは何事にもくじけない強い心と力だけだ。ケビンよ、お前もようやく自立への道を歩み始めたばかりだ。自分が信じる者のために戦え、ケビン。わかったよ、獣人よ。オイラこれからも仲間たちと一緒にマナが失われたこの世界で未来に向かって戦い続ける。そして獣人よ、いつかあんたを超えてやる。それはどうかな。お前みたいなひよっこに負けるほど置いてはおらん。さあ行け、ケビンよ。カールとオイラ、これからもずっと友達。そしてほら、仲間のみんなもカールと友達だ。これからもっともっと友達増えるぞ。よかったな。大丈夫か。にひひ、もうすっかり大丈夫だにゃ。ナバールのアジトにも各地に散っていた盗賊団のみんなが戻ってきたらしいにゃ。我々も戻りましょう。
おお、ジェシカ、それにホークアイも。わしは長い間悪夢を見せられていたようだ。イーグルのことは皆に聞いたよ。残念だ。イーグルのためにもわしは奴が愛したこの盗賊団を守っていくぞ。世界からマナが失われ、砂漠の水も枯れる一方と聞く。ならばわしらが次に盗むものは決まりだ。自然というやつから水と緑を手に入れるのだ。かつてこの砂漠も緑豊かな大地だったという。もう一度砂漠に雨を降らせ、緑の大地を取り戻すのだ。その方法は必ずあるはず。それまで頑張ろう。